道路交通情報は篠崎さんでした。レディオリミネートがお届けするフィールエクスプレス、さてここからは流行に流されず今心に響いている人や物をご紹介するフィールグッドのコーナーです。ナビゲーターは引っ張り具合がわからない MC 通りです。まあ、前回もお伝えしたんですけどね、風天の寅さんですね、男はつらいよのシリーズをネットフリックスで見ているんですが、まあ寅さんの映画って基本的に年1回か2回ぐらいしかないんで、まあ、スペシャル版みたいなドラマとして見ていくんであれなんですけど、ネットフリックスだと全部揃ってるんで僕ずーっと続きで見ていくんですけど、そうするとこう毎回ね寅さんが振られていくわけですね、女性に。はい、まあこの前、まあ大体ね寅さんが勝手に恋をしてで勝手に振られちゃうみたいな感じのパターンが多いんですけど、まあ、逆にねやっぱりね寅さんがいいという女性の回もあったりするんですよ。なのに、まあ、寅さんはそれに気づかずにとか、まあそんな俺なんかダメだよみたいなね感じで言ったりとかしつつうまくいかないというですね、具合、なんていうんですか、この男女の駆け引きっていうんですか、まあ、この辺の具合がですねさっぱり僕わからないので、まあ僕も寅さんのように振られ続けてるんだろうなというふうに思いながら見てます。はい、まあそんな今回はですね、まあそんな男女の駆け引きの具合がさっぱりわからない僕がお伝えするのもなんなんですが、迷える新郎新婦へウェディングソング特集ということでお伝えしていきたいと思いますが、今回ご紹介するのはこちらです。英明蝶々結び。はい、今回ご紹介するのはですねエメさんの蝶々結びという曲ですね。ということでまずはエメさんのプロフィールをご紹介していきたいと思うんですが、まあ、シンガーソングライターですよということなんですが、15歳の頃歌唱による喉の酷使が原因で突如声が出なくなるアクシデントに見舞われる。やむなく音楽活動を休止するも数年後には独特のハスキーで甘い歌声を得ることとなるということみたいなんですね。そして2011年にメジャーデビューして、2012年4枚目のシングルとしてあなたに出会わなければがスマッシュヒットを記録。でこの曲はですねこの2012年の12月15日放送の東京 FM の桑田佳祐の優しい夜遊びに、でですねその桑田佳祐さん自身が2012年にリリースされた邦楽の中から選んだ名曲20選というのがコーナーがあったみたいなんですね。でその中で第5位に選ばれる曲だったみたいなんですね。そして2015年にはドラマスペシャル「クロハ奇想の女性捜査官」の主題歌「君を待つ」をデジタルシングルとしてリリースして、まあ、5月にはですねワンオクロックの2015年のジャパンツアーのサポートアクトとして横浜アリーナでパフォーマンスを行っていたと。そして8枚目のシングル「ブレイブシャイン」をリリースしオリコン週間4位を記録、 iTunes では総合シングルチャート1位を記録したほか香港、シンガポール、インドネシア、タイなどのアジア各国でも1位を獲得と。そして2016年の8月17日ですね、今回ご紹介する蝶々結びなが11枚目のシングルとしてリリースされるんですけれども、まあ、ラッドウィンプスのね野田洋次郎プロデュースということでね、もう今や君の名はの主題歌ですよね。前世でもうねビッグヒット飛ばしてるラッドウィンプスの野田洋次郎さんのね、プロデュースということでこちらのね楽曲が出ていて、今回ご紹介するのはこの蝶々結びということでございます。はい、まあ、まずはですねいつものようにですね私がですね、歌ってみましたのでお前が歌うんかいっていうのはね毎回分かってますけど、まあちょっとねどんな曲かっていうのはねあらかじめ大体こうねイメージしてもらうために、まあ、ただ今回女性シンガーの曲なんですけども、まあ、ちょっと僕歌ってみましたのでぜひお聴きいただければなということでございます。相変わらずギターとかは下手なんですけどね、その辺はご勘弁いただければと思います。ということでエメの蝶々結び。片っぽで丸を作ってしっかり持ってて、もう片っぽでその丸の後ろをぐるっと回って、間にできたポッケに入って出てくるの待ってて、出てきたところを迎えに来てせーので引っ張って、
はじめはなんとも情けない形だとしても、同じだけ力を込めて、羽は大きく結び目は固くなるようにきつく結んでいて、星の腕はここに、思い出は遠くに置いておいてほしい、星の尾。黙って引っ張ったりしないでよ、不格好な蝶にしないでよ、結んだつもりがほどいていたり、緩めたつもりが締めてたり、この青くて広い世界に無数に散らばった中から、別々に二人選んだ糸をお互い手繰り寄せ合ったんだ、結ばれたんじゃなく結んだんだ、二人でせーので引っ張ったんだ、大きくも小さくもなりすぎないように力を込めたんだ、この青くて広い世界に無数に散らばった中から、別々に二人選んだ糸をお互い手繰り寄せ合ったんだ、結ばれたんじゃなく結んだんだ、二人でせーので引っ張ったんだ、大きくも小さくもなりすぎないように力を込めたんだ、はい、ということでエメの蝶々結びちょっと歌ってみましたよということなんでございますが、まあこちらね、その野田洋次郎さんのプロデュースということでですね、まあ歌詞をねちょっと全部ね読んでいただくと分かるかとは思うんですが、蝶々結びだけでこの一曲を書けるんだなって僕は最初思ったんですよね。すげえなと、この蝶々結びをイメージしてこれをこう男女間の恋愛に置き換えみたいな、で絆の大切さとかね、結びの目の強さがとかいうのをそれ掛け合わせたりとかして、いやーすごいなと僕は思いましたよ。この発想力というかね、想像力というかイメージの力というんですかね、まあ野田洋次郎恐るべしというですねまあ感じなんですけれども、まあその出だしがね、まずあの片っぽで丸を作ってしっかり持ってて、とでもう片っぽでその丸の後ろをぐるっと回って間にできたポケットに入って出てくるのを待ってて、出てきたところを迎えに来てせーので引っ張ってと、これもう まさにこの蝶々結びをの結び方のレクチャーですよね。もうこのレクチャーなんだけれども、それさえがもう歌詞になるっていうねなかなかね、あのすごいなって思いながら聞いてますけど、まあでまあ蝶々結びなんですけど、羽は大きく、結び目は固くなるようにきつく結んでいてほしいのっていうところがあったりとかして、まあ要するに2人の愛は大きくでも絆は強くみたいなことをね、この蝶々結びにかけて作詞されたのかななんて思いながらね聞いてまして、でまあ途中でですね、今度は黙って引っ張ったりしないでよ、不格好な蝶にしないでよ、結んだつもりがほどいていたり緩めたつもりが締めていたりという部分も入ってきて、まあこの辺はその男女間のね、さっきも言いましたけどその恋愛のね
なんていうんですかね、バランスの難しさとかその辺のことを歌ってるのかなと、ね、片方の愛が強すぎてとかね、まあ、むしろ片方の愛がなさすぎてとかね、まあ、いろんなことをこの黙って引っ張ったりしないでよと、要するにバランスが悪くなっちゃうじゃないみたいなね、で不格好な蝶にしないでくれと、で結んだつもりがほどいてたり緩めたつもりが締めてたりという部分で、そういったなんかいろんなね男女間の問題とかね、そういったのをねもうなんていうんですかね、ドーンともう表現できちゃうっていう、ずるいなって思いながらねこういう歌詞かけちゃうんだって思いながらね、もう僕は見てましたけどね、はい。で、まあ、最後にね出てきますけど、まあ、この青くて広い世界に無数に散らばった中から、まあ簡単に直訳というかね、すぐ感じたところで言うと、まあこの地球上でってことですよね。この地球上で、まあ、別々に2人選んだ糸をお互いに手繰り寄せ合ったんだ、まあ要は赤い糸を見つけましたねみたいな感じですよね。そしてまあ結ばれたんじゃなくて結んだんだと、結ばれたんじゃなく結んだんだ、2人でせーので引っ張ったんだ、大きくも小さくもなりすぎないように力を込めたんだと、まあ赤い糸を見つけてそれによって結ばれたんじゃなくて2人お互いの意思で一緒になろうと決めたんだということですよね。で2人でせーので引っ張って、大きくも小さくもなりすぎないように力を込めたんだということで、その蝶々結びをね2人で結んで、2人の絆もそこで結んで、これから一緒に行きましょうみたいなね、生きていきましょうみたいな感じなのかなと。いやー、なかなかこれも結婚式にぴったりの曲なんじゃないかと思っております。はい、実際に僕の友人の結婚式の時にはですね、結婚式のクライマックスですよね、花嫁の手紙のシーンでこの曲が使われていて、まあ非常にいい感じのね花嫁の手紙だったんじゃないかなと思っておりますので、ぜひ皆さんね、皆さんねっていうか、これからねご結婚される方で曲を探している方にはこの蝶々結びなんかもぴったりなんじゃないかなと思いますんで、ぜひ使っていただければと思います。はい、まあ、僕の結婚式でもうね、嫁さんになる人が好きな曲であれば使ってもらえればと思いますが、まあそんな日がいつ来るのやらっていう感じなのでね、はい、まあ僕はもっとねギター練習して、おそらくまた僕は誰かの、ね、結婚式を祝う立場でこの曲を使う可能性の方が高いのかななんて思ってますんで、まあ、ギターの練習してね、もしかあれだったらこの歌をね式で歌うということもありなのかなと思いつつ、ちょっと練習していこうかなと思います。はい、お幸せになる方々、ぜひ幸せの一曲として2人でね、大きくも小さくもなりすぎないように蝶々結びを結んでいただければと思います。ということで、迷える新郎新婦へウェディングソング特集、今回ご紹介したのはエメ蝶々結びでした。続いてはお天気情報、原田さん。原田さん、これこの紐ちょっと片っぽで丸を作ってしっかり持っててくださいね。